イトモタード796、こっちですね。これの紹介をしながら帰れたらと思ってます。見ての通りモタードというジャンルのバイクで、オンロードのタイヤを履いたオフロードっぽい形をしたバイクですね。あとタイヤ、去年これ変えたばかりミシュランのパイロットパワーっていうやつで、このサイドの部分が、柔らかいコンパウンドなのでコーナーでしっかり粘ってくれて、真ん中の部分は硬めのコンパウンドを使ってて、まあヘリが少ないというすごくね優秀なタイヤです。ということで走らせようかな。このバイクね 800cc の空冷 L ツインということでね、ドカティといえばね折り型エンジンということで、どこ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 っていうね鼓動感が、まあ、気持ちのいいバイクなんですけど、買ったのがねちょうど4年前ですね。2010年モデルを5年落ちで走行距離1万ぐらいの車体を買いました。これ乗るきっかけとなったのはね、欲しいなとね思ってたんですけど、購入意欲が 100% やったかというとそうではなくて、特にねヤフオク見たりねグーバイク見たり、バイクを買う予定がなくてもねちょこちょこ普段から見るの好きなんですけども、たまたまその時ねヤフオクでめちゃくちゃ安い金額で程度がそこそこね良さそうでこのバイク出てたんです。なおかつ出品者が奈良県のバイク屋さんだったんで気になって、まあウォッチリストに入れたりして見てたんですけども、他の人がね全然入札する気配もなく、試しにねその金額で落ちたらめちゃくちゃ安いやんと思ってポチッとね入札してしまったらそのまま落ちてしまったというのがこのバイクを乗るきっかけですね。250cc のスクーターと 1200cc のねヤマハの VMAX ですね所有しててね、まあ、用途に応じてねそれを使い分けて乗ってたんで不満なくねやってて、あえてねもう一台増車する必要性も全くなかったところにね、まあ、やらかして落としてしまったんで3台持ちになってしまって、どうしようかな、置く場所もないからね VMAX を実家に置いて、まあ、VMAX の代わりにこれを乗ってたっていう感じなんですけども、そのうちですね通勤とかでね使ってたそのベスパ GTS250cc をね友達がね最近乗ってないな売ってくれと強く要望されてですね、その友人に手放したといういきさつですね。なので今はベスパの PX とこのハイパーモタード2台体制ですね。 VMAX もね実はねもう車検が切れてるんですけど、まあ、実家に置きっぱなしなんで車検通したら乗れるっていう状態でね、今人生で一番バイク贅沢期間っていうそういう状態ですね。まあ、そういういきさつで4年前にこのハイパーモタードが僕のところに来ました。このバイクのことをお話しすると、さっき言ったのがモタードっていうことなんですけど、見た目が好きでかっこいいなっていう思いで手に入れたんですけど、実際手に入れて乗ってみて思うことを言っていきたいと思います。不満点がね実はほぼないんで、まあいいとこばっかりねずらずらと言っても、まあ3つ4つにねまとめて話したいなと思いますけど、まず第1点目はね乗車姿勢がめちゃくちゃ楽なんですよ。体格とかね手足の長さとかにもよるんですが、僕身長がね 170cm なんで、まあどっちかって言ったら小柄な方だと思うんですけども、足つきのとこから言うとかかとまでべったりつくことはないです。ただしまあつま先のまあちょんちょん立ちでもなく、両足のねちょうどね母子球ぐらいまでつくぐらいなんで、まあ問題なくいけるかなと。乗って座って背筋をまっすぐにした状態で両手を前に出したところにちょうどええところにハンドルがあるっていう感じなんですよ。ちょうどねこの肘を運転しやすいぐらいに曲げたぐらいのところにハンドルがあるので、このノーマル状態でまずジャストフィットしてるっていうのが僕にとって一番気に入ってるポイントですね。一昨年やったと思うんですけど、九州までねバイクっていうか、まあ、フェリーで渡って帰りはね福岡から大阪までね約700キロぐらいをほぼ一気走りで帰ったんですよ。でもね行けました。あれがね少しでも前傾姿勢だったとしたら結構きつかったと思うんですけども、もちろんねそのロングツーリング用のねツアラーって言われるようなねバイクであればもっともっと楽なポジションで長距離でも快適に運転できるバイクっていうのは他にもいっぱいあると思うんですが、ロングツーリングも行けて街乗りでも全然問題なく行けるように作られているので非常に乗りやすい。これがこのバイクのいいところの一発目ですね。もう一ついいところはさっき言った街乗りの中でですね、取り回しがめちゃくちゃ楽ちんなんです。車重がですね、170キロをちょっと切るぐらいだから、国産のね、中型 400cc クラスの重さしかないんですよ。で、エンジンは 800cc なんで、車体の重さに対してのパワーも十分すぎるぐらいある。軽いから取り回しもいい。駐車場止めるときに押したり引いたりしても苦じゃないと。なおかつそのロングツーリング行っても悠々とこなしてしまう。このバイク手に入れるまでは、ロングツーリングの時は VMAX で、日常使いは250のスクーターで。ということで、用途別にハイパーモーターが来てからは、ほぼこのバイクでほとんどのことをこなせてしまうんで、こればっかりになってしまいますね。そういうマルチパーパスのところが2点目になるのかな、気に入ってるところですね。あとはね、ドカティといえばね、っていう部分って結構あると思うんです。ハーレー乗る人といえばみたいな、上下革でパシッと決めて乗るとか、ドカティといえばどっちかというとピチッとしたね、つなぎとかね、たまにね、女の人で上下バイクスーツ着て、髪をなびかせてね、乗られてる方見ますけども、富士子状態ですね。かっこええなって思ったりしますけども、ドカティの中でもこのハイパーモタードってね、乗る時の服装をね、そんなに選ばない。僕はそう思ってるんです。例えば当然ピチッとしたね、ライダースジャケットを着てバイクに乗りますよっていうね、いかにもそういう格好して乗ってももちろん合いますし、週末ね、サッカーしに行くこと多いんでね、ジャージ着てうろうろすること多いんですよ。上にシャカシャカ着てね、またいでもね、自分で思ってるだけかもしれないですけども、そんなに変じゃないんですよ。マウンテンバイク、あの時に着るような服装でも合うし、もう一つ言うとオフロードヘルメットがね、これ合うバイクなんで、スポーツ系の服装でも合う。あとはね、普通のカジュアルですね、ジーパンにスニーカー。あと、適当なね、ジャンバーとかでも全然いけるし、バイクによってはね、格好を選ぶバイクも結構あると思うんですけども、国産ネイキッドジャージで乗ってたらね、変なおじさんみたいになってしまいますしね、逆にさっきも言ったハーレーをね、ジャージで乗ってる人もあんまり見かけないですし、普段いろんな格好するんでね、普段着もどっちか言ったら緩い感じで過ごしてますんで、まあそんな格好でも全然いけるというのも、このバイクの好きな部分の一つですね。これが3つ目かな、どんな格好でも乗れるっていう。4つ目がね、あまりね、人と被らない、ほとんどすれ違うことないというか、自分がハイパーモタード乗って4年間ですね、すれ違ったこと一度もないんですよ。でね、逆にね、そんなに売れてないバイクなんかって心配になるぐらい見ないですね。で僕がね、たまたまヤフオクで買った時も、ハイパーモタード796は10台もなかったですね。で、中古車サイトを見ても、全国で10台から15台だから、欲しいなって思った時に探そうとした時に、全国でね、20数台あるかないかっていう状態だったんです。で、まあたまたま奈良の出品者で物を見に行ったら全然問題ない、ほぼ極上物と言っていいような状態だったんで、ポチってから、まあ、見に行ったっていうのもあるんですけどね、たまたまラッキーだったんですけども、先週か先々週あたりに久しぶりにグーバイク見てね、自分が乗ってる車種がどのぐらいあるんかなとかね、ちょっと見てみたら、ハイパーモタード796、全国で2台でした。ヤフオクに出てるのも1100と796合わせて10台もないっていうのが今現状ですね。だからあんまり人と被らない、これがね、僕にとってはね、結構大きなポイントなんですね。被るときはもちろん被るんやろうけど、昔から車もそうですが、あんまり人と一緒のっていうのがね、好きじゃないんです。もう理由ははっきりしててね、働き出してすぐに当時流行った4輪駆動の車買ったんですけどね、同じ会社の同じ営業所に配属された同期5人、働き出して2年目に一斉に車を買いました。で、全員4駆ですね。僕以外の4人がトヨタ、4人中3人がハイラックスサーフ、3人中2人が同じワインレッドでね、僕1人だけ日産テラノ、日産派だったんで、迷うことなくテラノを選択したんですけど、その時にね、他の4人中のね、誰か1人か2人がね、なんでテラノなんてそんな売れてない車っていうようなね、表現をしよったんですよ。で、僕その時に、同じ車乗ってて何が楽しいねんっていう気持ちが初めて芽生えたのがその時ですね。そっからね、知り合いと被ってたらね、避けるように生きてきました。今まで僕が乗った乗り物っていうのは、テラノ以来ですね、ずっとですね、あんまり人と被らないタイプ、中にはほぼ希少車と言われるようなものにも乗りました。スウェーデンのサーブっていうやつなんですけどね、7年乗って10台もすれ違わなかったですね。このサーブに関しては人気なさすぎて、メーカーはその後亡くなったという悲しい結末で終わるんですけども、あと左ハンドルのオールドミニとかね、左ハンドルのミニクーパーってね、日本で発売されてたのが多分ね、40年の歴史の中で1年間だけなんですよ。その1年のうちに販売されたものをたまたま僕が譲り受けて乗ったことがあるっていうことで、なので見かけないです。ちょっと余談になりましたけどね。4つ目がね、こう人と被らないというね、このハイパーモーターに関してもそういう僕にとっての良さ、喜びを感じる部分っていうのがありますね。あとはね、これはね、ベスパの時もそうなんですけども、たまたま、これほんとたまたまだと思うんですけどね、4年間でね、これ故障が全然ないんですよ。やった作業って何やったやろ、オイル交換自分でやって、タイヤ交換を1回業者さんというかお店でやってもらって、あと、まだチェーンも変えてないし、ドカティ独特の作業でタイミングベルトの交換っていうのもまだやってないんで、この年内にはね、ブレーキ関係のオーバーホールとタイミングベルトの交換だけはね、ちょっとやろうかなっていうふうに思ってるんですが、それをやったらね、またピンとなると思うんで、非常に故障が今のところ少なくて、それも気に入ってる点ですね。いいとこばっかり、悪いとこあげたら何やろな。アフターパーツっていうかね、ちょっとカスタムするためのパーツがね、ちょっと少ないなっていうのは感じるところがありますね。あるけども、僕ね、このバイクノーマルのままでも何の不満もないんで、唯一やりたいとしたらね、マフラーをテレビ用に交換できたらなっていうふうに思ってますけども、もうね、これ2010年式なんで、新品で買うとね、マフラーだけで19万ほどしよるんですね。でね、中古で買ったバイクに19万のマフラー入れるほどね、僕ね、まだ大人になりきれてないんで、入れるとしたら、テレビ用にの中古のマフラーをヤフオクで見つけた時には、ポチるかもしれないですけども、ポチれなかったらポチれなかったで、ノーマルのままでもね、僕にとってはね、得ようとしてるんで、ね、問題ないかなと。ということで、家の方に到着しましたんで、取り留めない話にね、またなってしまいましたけども、この辺で、一旦終わらせていただきます。では。